有馬マの忍による日本の漫画。ビッグコミックオリジナル増刊号にて2011年7月増刊号から2018年9月増刊号まで連載された。第23回手塚治文化小漫画大賞受賞。大手百貨店をリストラされた40歳女性が平均年齢70歳という高齢ホステスのバーで働くことで生きる喜びを謳歌する。 人生参加の物語を描く。2021年1月から池脇千鶴主演でテレビドラマ化。題名はニコスカザンザキスの小説、及びその映画化作品、その男ゾルバに影響されたものである。40歳にして恋人も貯金もない、笛吹き心は老後の生活に不安を感じていた。そんな中、人生を変えようと思った新しは、高齢バー。 オールド・ジャック・アンド・ローズのホステスとして働き始める。2021年1月9日から3月13日まで、毎週土曜23時40分翌0時35分に、東海テレビとテレパックの共同制作により、大人のドドラ枠で放送。主演は9年ぶりの連続ドラマ主演となる、池脇千鶴。バーオールド・ジャック・アンド・ローズ職場は、オールド・ジャック・アンド・ローズの常連客その他ゲスト。 ありがとうございます。